きたいと思います。はい、ということでまずは試合の方を振り返りましたが、今日はゲストに松本伊藤さんをお迎えしておりますので、これはもうお話を伺っていかなければならない、はい、ですね。今月末に退任されるということ、ね、そういうことですね。話しにくいですね、はい、そうもう皆さんよくご存知だと思いますが、ちょっと松本さんのこの佐賀 での経歴をご紹介したいと思います、はい、サントスでの歩みです。松本郁夫さんは2004年にサガン鳥栖の再建を託されまして監督に就任されました。そして2006年には過去最高のなんと4位というですね、チームを成長させてくれました。その後3年間はゼネラルマネージャーを務めまして、去年再度監督に就任、そして今年はアドバイザーに就任されましたが、今月31日付で退任されるということになっております。また2009年には日本サッカー殿堂入りも果たされているんですけどもね。ということで7年4ヶ月ですよね、はい、今のお気持ちはいかがでしょうか。まあ、複雑ですね、まあ、複雑というのも一つはやはりサポーターの願ってた J1 昇格というもののですね、夢の実現ができなかった自分の力不足、それからもう一つは、まあ、私がやってきた仕事というのはですね、この地方のチームというのはどうしても地域密着型のチームを作らないといけないんです、はい、そのためのチーム作りした、選手の教育もした、営業、広報、それから行政との関係、そしてホームタウンと、それ全部やってきましたね。じゃあ今から誰がこの地域密着型のチーム、それからクラブというものを作ってくれるのかという心配、これがあります。まあ、J リーグの根幹がね、そういったチーム作りということだったんですが、はい、それを引き継いで、これから先もね、まあ、地方だからそれができるんですよ、はい、まあ、そんな意識改革をされてきた松本さんなんですが、カチカチワイドではいろんな表情を見せていただきました、ね、ご覧ください。ゼネラルマネージャーでいらっしゃいますこれはカラスクチの特別番組ですよね。2年前のカラスクチですね。まあ、このように本当にサッカーに関わらず、いろんな佐賀の文化とかいろんなものに本当に関わって受け込まれましたよね。まあ、これが地域密着のですね、ホームタウン活動であり広報活動ですよね。そして家事上手でも有名でしたね。誰ですかこういうのこれもう仕事熱心でお風呂の中でもまあこうやって営業活動もされている。これは発売禁止ですよカメラまでこんなところまで潜入いたしましたけど、本当に仕事熱心でしたよね。で、はい、みんなと一緒に応援を送って声援を送っていましたけどもね。そして夜になると先ほどのメールのような、はい、坂本冬に暴れたい心出てきまして、楽しくみんなと盛り上がるといった一面もありましたし、いろんな佐賀での生活でしたね。まあ、サポーターの気持ちというものを忘れずに、これからもですね、私の仕事に大きなプラスになってますもんね。そうですよね。まあ、そんな監督にですね、はい、チームやサポーターからもたくさんのメッセージをいただきました。こちらをご覧ください。次の新しい旅立ちということで、お互いに新しい社会で、松本以降にはまた頑張れっていうメッセージを送りたいと思います。선수생활을할때는지도자와선수입장에서굉장히공부가됐었고그리고지도자가돼서는그리고지도자가돼서는지도자로서의그런어떠한것들을많은공부가本当にありがとうございました。お疲れ様です。もう感謝感激そして涙ですけど、また絶対また会いましょう。頑張ります。お互い頑張りましょう。もうちょっといてほしかった。松本さんありがとうございました伊藤さんいなければ多分トス潰れてたと思うんですよ。もう本当に感謝の極みで。松本さんファイト。では戦い言葉いただきましたけど、いかがですか。いや、ファイトなんて言われるとどこで頑張ればいいのそんなことない、やっちゃうじゃないですかいや本当にみんなで頑張ってきてここまでサガン鳥栖を引っ張ってきたっていう。まあ、やはり私のお力不足がですね、J1 への道を閉ざしたということで、そこの力をなんとかこの後で発揮したいと。あ、はい、まだまだ皆さんからもいろんなメールやファックス、はい、たくさん届いております、はい、こちらですね、ちょっともう張り切れなくて割愛させていただいた部分もあるんですが、ちょっとご紹介しますね、はい、佐賀市のペンネーム中年大畑振さん。7年前鳥栖サポにはチーム存続が毎年の願いだったのが、あなたの力で今は J1 昇格に変わりました、というお便りいただいています。そしてこちら隣ペンネームスキップさん。佐賀でもやれる、佐賀は何もなかって言っていた佐賀の人たちが、そうじゃない、サガン鳥栖を見てみろ、全力じゃないか、頑張ってるじゃないかと自慢できるものができたんです、というお便りたくさん来ています。
こういったサポーターの皆さんの気持ちはどのように受け止めていらっしゃいますか。ですからそれが私の力になったんですよね、はい、7年4ヶ月ということで、本当にありがたいことですが、はい、はい、感謝します。こちらこそ本当感謝の気持ちです。では最後に、今後のサガンのために一言アドバイスを。地域密着型のですね、特色のあるチーム、そして J1 へ昇格ということを願いたいと思います、はい、そうですよね。一緒に戦ってくれたサポーターの皆さん、それからチーム関係者の皆さんの思いはこちらに掲げてありますが、7年4ヶ月感謝という、ありがとうございます、思いで、まあ、はい、キム・ジョンファンがやってくれますよ、非常にいいこと言ってくれてますよね、はい、その松本さんが築いたものをね、みんな守ってこれからまたさらなる飛躍をサガン島のみんなで、はい、頑張っていきたいと思っております。お世話になりました。ありがとうございました。またまた番組お付き合いください、はい。コマーシャルの後はおかずプラスワンライブです。